ここはどこまでやれるでしょうか。その猪俣目標に9番の宮越がつけます。そして注目の黄色の勝負服は5番車テオボス5番手から。一時期ロードレースに転向したものの、昨シーズンからは本格的にトラック競技にも復帰、まあ、かつては世界のトップを極めたスプリント力にロード仕込みの持久力を加えた総合力の高さ、来日後も存分に見せつけています。直前の別府戦ではブフリとのオランダタッグを見逃しての優勝でした5番のテオボス。そのマークには4番の長尾博之がつけています。そしてライン長い関東勢全後方待機は3番車古谷隆明。ここは人気対抗格にも押されました3番車古谷。今シーズン予選クラスでは勝ち星を量産、まくりの決定力が冴え渡っていますが、強力テオボス相手にどういった立ち回りを見せるんでしょうか。マークは7番の手島幸則、6番の深井隆、ライン厚みがある関東勢が後方の布陣となっています。さあ2センターから4コーナー、少し車間を切って後続の動きを促す5番車テオボス。しかしここで3番車古谷が一切構わず前へと上がります。さあ関東勢が先端開いて残り800、赤間を通過、早くも前段に上がって3番車古谷が前を抑えます。さあ前行け8番車栗田が番手を下げて1番の猪俣光一、ここはテオボスを気にしながら車を少し外に張っていきます。さあテオボスが車を外に出してくるか。ジャン前2コーナー、ここで駆け出した5番車テオボス。さあテオボスに合わせて猪俣光一が前に踏み込んでいきます。さあここでテオボスが抑え切った、飛びついた1番の猪俣が2番手にはまるか。さあ1番の猪俣光一2番手を確保、9番の宮越が3番手、4番の長尾が4番手に遅れました。古谷高明現在5番手ですが、早くもホームからスパートだ。さあペース配分を取るテオボスに反撃、3番の古谷高明3番手から2番手、2コーナーから向こう正面合わせる5番のテオボスです。さあテオボスが突っ張る、古谷高明がもがいているか。最終バックを通過して、さあテオボス古谷高明両者のスプリント戦、テオボスが振り切った。これでマークは1番の猪俣光一です。4コーナー回った、後方落車ありました。さあテオボス先頭、テオボス先頭押し切ってゴールイン、堂々逃げ切りました5番のテオボス。あとは1番の猪俣光一。西コンビが動いてテオボスはどうするか、ここにどうやら合わせていこうという感じ。さあ西コンビがまず地元勢を抑えて乗って3番のテオボスが3番手まで上がりました。さあ誘導を残す格好で吉田敏郎番手を下げて、今度は4番車岸澤が動く。しかし先に動いたのは3番車テオボスか。さあテオボスが一旦前を切って、ここに4番岸澤が合わせて前を抑えます。さあ岸澤が抑え切ってすかさず吉田敏郎巻き返していく。さあ吉田と山内、さらに原慎二、中部の3人が一気に出ていきます。岸澤健太どうやらこれを出して中段の4番手か。しかしすかさずテオボスが前に踏んで一気に対応していきます。さあ先頭は吉田敏郎、まくるテオボスが地元勢に牙を向く。2コーナーから向こう正面、さあ逃げる吉田ですがねじ伏せます。3番車テオボスです。テオボスが前をねじ伏せて最終バックを通過、懸命に2番手吉田敏郎踏ん張っているが、3車身4車身5車身差が空いてテオボスどうやら圧勝体制、直線コース突き抜けたテオボス圧勝、2着どうか。1番の吉田が踏ん張りました。あとは5番の山内拓也、地元コンビ2着3着。託されたのはオランダの3番車マティエス・ブフリです。初日の反省をしっかりと生かしきった準決勝、上がり10秒8の快速まくりを披露しています。そして連日そつない運びを見せるのは7番のシェーン・パーキンス。そしてこちらも総合力あるところをしっかりと見せつけています。逃げてまくっての2連勝は4番のテオボス、ラインの3番手です。そして中部の先鋒を託された8番車西村光太、まだここはじっくり構えています。
その西村の動きに乗って好展開があるか。5番の吉田俊博、1番の山内拓也、さらには9番の小倉隆二がひとまずこれを追走。まだ動きがありません。2番の山田芳彦、6番の藤原の隆起、このあたりもまだ動きを見せないまま4コーナーから直線。さあ残り2周、赤番のホームで西村航太動きます。西村航太、赤番のホームから抑えに行きました。一旦マティエス・ブフリを抑えながら前段2列並走、ジャンマイの攻防1コーナー回って、さあここでブフリが下げた。マティエス・ブフリ、ここは落ち着いて番手を下げます。まだ誘導が残る格好で西村航太先頭、2番の山田芳彦も結局流れに乗って中断。マティエス・ブフリ7番手に下げ切りました。さあここでピッチ上がります。誘導を切って西村航太発進だ。さあ西村の発進、オペレーションチューブだ。吉田俊博2番手、山内拓也3番手、乗って9番の小倉隆二、その後少し空いた2番の山田芳彦が5番手ですが、マティエス・ブフリようやく巻き返す。さあブフリの巻き返し、中段から前に迫ります。先頭は8番の西村航太、番手吉田俊博、マクルマティエス・ブフリ2番手から前段へ。吉田が合わせますが合わせきれません。やはりいった、マティエス・ブフリ痛烈な行き足。後ろはシェーン・パーキンス、テオボスまで続くか。吉田俊博内で懸命に食い下がるが、4コーナーから直線。さあマティエス・ブフリ、シェーン・パーキンス、シェーン・パーキンス追い込んで突き抜けた。あとは4番のテオボス、マティエス・ブフリとの2着争い。結局外国勢3人上位独占。